オートクラフトストリート仕様 GR スープラ、ストリートを主体で、考えておりまして、グレードは RZ の3リッターの方で、今現状手の入っているところっていうのが、そのマフラー、HKS さんところのマフラーと、あとヤクリーダー、それから足回りですね。で、それに合わせたコンピューターのセッティングっていう形でやっております。それとあと水冷のインタークーラーっていうのが入っております。はい。ユーザーが気持ちよく走れるようなスープラっていうテーマで、まあ、これは開発していっております。はい。研究が進んだスープラの峠アタックはどんな結果に？加速がいい。パワーがものすごい出てて、それに対してのタイヤがちょっとプアなんですね。で、そういう意味でちょっと踏むとね、横向いたりトラクションが効いたりするんですよ。このパワーを逆にタイヤのグリップを上げて使えるようにしたらすごくいいと思います。パワーはめちゃめちゃ出てる。